ドラゴンファイアはフランスのトダ・アーミメンツ社による自主開発された迫撃砲システムであるニア・ R2M 迫撃砲をベースにエフスの装備としてアメリカ海兵隊によって発展採用されたライフルあるいは格好構造の方針を使用可能な完全に自動化した迫撃砲システムである他のすべての迫撃砲のように工業核の発射を行い間接照準射撃を サポートする。ドラゴンファイアはシーラムとしての役割も期待されている。アメリカ海兵隊戦闘研究所はこの迫撃砲システムの概念研究プロジェクトを1997年に開始した。彼らは箱に入った迫撃砲を求めていた。これは遠隔操作で装填、照準及び発射を行える将来の戦場で使用可能なものである。 1997年の終わり頃、彼らはプログラムマネージャー、モーターズ社からの提案を了承した。PM モーターズ及びニュージャージー州ピカティニーアーセナルの陸軍兵器研究開発技術センターは設計目標を満たすための発射システムの設計及び構築を開始した。開発の早い段階で十分な有効範囲を得るため1 2 0ト、mm、ル口径が 必要であることを決断した。最終的には設計チームは、フランスのトムソン、ライムラー・アームメンツ社によって、自主開発されていたニア・ール・に m 迫撃砲の部品、機構を採用した。なぜならば、動力旋回、行革修正、及び装填システム及び 120mm ライフル砲が、十分な効果範囲及び精度を持っていたからである。プロジェクトは、実験的な開発を完了し、 この迫撃砲システムはドラゴンファイアと呼称され、1998年9月に17ヶ月の一連の火力試験が開始された。1999年から2002年の間、アーバンウォリアーの LOE 及びいくつかの後続の試験が行われ、また機動性評価のため海兵隊のラブ装甲車に装備され試験された。これらの試験において、 中距離範囲火力システムのコントロール、照準、装填の自動化の概念が発揮され、実質的な火力支援任務の応答時間及び、精度と有効性が確認された。これらの試験の成功により、海兵隊は、遠征火力支援システムの要求仕様を作成した。進行作戦における、初期空挺装備の支援火力の隙間を埋めるためのもので、ある。この要求を達成するため、 海兵隊戦闘研究所は、ドラゴンファイア2と呼ばれるプロジェクトを開始し、それは政府によるデザイン及び正式化された武器システムを目標とし、及び初代ドラゴンファイアで学んだ経験を組み込もうとした。PM モーターズ及びアーデックは、再び設計を開始し、M95 迫撃砲火力コントロールシステムを導入し、より進んだ火力コントロール及び武器コントロールを行える。 新たなシステムに変更した。プロジェクトは2002年に開始したが、それほど経たないうちに、戸田社は設計の共有情報及び、価格の問題から、開発プロジェクトから離れた。そして、米海兵隊システム司令部による、エフス装備のための、市販品、民間システムを探す、という方針から、ドラゴンファイア2のシステム仕様は、概念研究の対象から外され、 開発予算は削減された。アーデックは、ジェネラルダイナミクス社と契約し、砲弾移動、横断、装填、発射を行う新しい電動の作動装置を設計し、およびいくつかの契約上の困難にもかかわらず、ドラゴンファイア2を完成させた。現在では、XM-326-120mm 自動迫撃砲として知られ、 ロックアイランドアーセナルによって2005年9月に製造された。新しいドラゴンファイア2は初代ドラゴンファイアの半分の重量1 5 6 4ラムに収まり、内蔵された受信機を通した遠隔操作による受動的な火力作戦を可能とする。戦闘での砲撃時には照準装填及び発射を含めあらゆる作業を18秒以下で完了する。 ドラゴンファイア2は C ・ラムプロジェクトと合わせて迅速に実証試験が行われ、ユマ試験場での技術安全性の試験をまだ受けている間に C ・ラムによるデモンストレーション及び迅速な反応性及び極めて精度が高いことがすぐに検証され、5600メートルの飛距離で15メートル以下の平均誤差半径であることが確かめられた。2007年の間、ドラゴンファイアを モジュール化された、砲兵兵器として、ラブに搭載され、このシステムは実証された。これらの成功にもかかわらず、ドラゴンファイア2は、海兵隊戦闘研究所の財政難により、長期間実験が行えない状態になり、必要な資金は完全にカットされた。最後の試みとして、この有能なシステムは、フルタイムのラブ迫撃砲システムに改造され、 海兵隊のラブ迫撃砲システムになった。この開発資金は2009年に取り除かれ、ドラゴンファイアー2は現在ピカティニー・アーセナルに保管されている。ドラゴンファイアー2はディスカパリーチャンネルに近未来兵器として取り上げられた。ドラゴンファイア迫撃砲システムはラブやその他の装甲車に搭載可能である。またハンビーなど小型トラックでの牽引 CH-53 ヘリコプター及び V-22 オスプレイでの空艇輸送が可能である。ラブへの搭載時には分離搭載の必要がなく、牽引型はラブ車載型に5分で変換可能であった。搭載後、上員はこの武器システムを遠隔ステーションからコントロールできる。作戦では、装填、弾道計算、照準、発射まで、 すべて完全に自動化できるよう設計されている。砲弾が装填されていない状態から、照準し、発射可能となるまで14秒で準備が完了する。また自動化システムが使用できない場合、マニュアル操作することも可能である。強化された射撃管制装置は、アメリカ軍の他のシステムと完全に互換性があり、遊軍誤爆のリスクを減らすのに役立っている。ドラゴンファイアシステムは、 ナト o 式のライフル方針及び、格好方針の 120mm 迫撃砲に対応している。しかしながら、アメリカ海兵隊は 17km 先のターゲットを 20m の範囲で命中させる、新しい遠心砲弾を開発している。ありがとうございます。